小渡り城石碑がある新州大屋花子屋、別院小渡り城は、1534年に、織田信秀により終わり国愛知軍、現愛知県名古屋市中区に築城された、日本の城、平城。1548年に廃城となった、織田信長が原服した城として知られる。天文3年、織田信秀が、東南方に備えるために築城した城。信秀は、 今川市豊か,から奪った名古屋城を着南吉坊氏に譲り、この城を拠点とした。東西140メートル、南北100メートルの平城で、四方二重の堀で囲まれていた。天文15年、信長は小渡城にて13歳で元服する。天文17年、美濃に侵攻した信秀の留守を狙い、清須の守護代、織田信友の家臣堺大善らが、 城下に攻め寄せ、この際に町は焼かれたが、落城はしなかった。同年、信秀は、末森城を築いて移ったため、小渡里城はわずか14年で廃城となった。移行として、新州大谷派名古屋別院敷地内にある、小渡里城石碑と、小渡里城の堀跡を利用した、下茶屋公園がある。愛知県名古屋市中区立花にの八名古屋市営地下鉄。 名城線東別院駅下車4番電口より徒歩5分。ありがとうございます。